輸送電とは、律量性における電磁の課税方式の区分のうち、電素を国家へ収めることが定められたた。電素は、大法律量では1段につき2束2は、軽運3年9月10格では1束5羽に、改められた。これは、土量法の変更によるもので、実質的にはほぼ同量と言われている。毎年稲の収穫が終わる9月から11月に、 かけて、輸送電から国画に電素が納入された。また、これに付随して、省税、水庫が合わせて付加された。これに対して、電素を収めない他を冬素電と呼ぶも存在する。輸送電と冬素電の区別は、時期によっても異なるが、通説では、区分電、遺電光電、私電、国造電、軍事式電、根電が輸送電、式電、航海電、液気電、寒電、 寺田、神田、宇野目殿が冬祖電に当たる。反電性の衰退とともに、電磁の課税方式自体が変質し、輸送だという磁石殿が、光電、電祖と磁子が祖国として一括把握されるようになった。祖国は一段につき3とが基準とされたが、実際の負荷は一定ではなかった。それに対して11世紀に導入された負荷基準が光電間物立法であった。 ユソデンに該当する電磁はたとえ天文所有の荘園であったとしても伝素が徴収されたが、10世紀に入ると天文が大乗官府、民部省府によって冬の県を獲得して所有する荘園を事実上の冬荘園とした。これを干渉不相と呼ぶ。これに対してユソデンの回復を目指して出されたのが荘園整理例であった。ありがとうございます。